プラビットのトセヤとアルフィカとラジオです。ということで今回はウォーリーに関する都市伝説をやっていきたいと思います。お願いします。やったことありますか？めちゃめちゃありますよ。ありますね。もう小学校の図書館といえば、そんなウォーリーに潜む都市伝説を発表します。そうですね、ラグビーの日本代表ですね。誰ですか？ユニフォーム似てますけど、あれウォーリーモチーフやった。ウォーリーですよ多分。ウォーリーにリポビタンデーのマスターの日本代表になりますということで、まずウォーリーとはっていうところなんですが、原作者はマーティン・ハンドフォード。1987年にイギリスでウェアーズ・ウォーリーまたはウェアーズ・ワルトとして誕生し、同年日本でも発売された。ページごとに人混みの絵が描かれており、その中に一人だけいるウォーリーやウォーリーの仲間たち、杖、巻物などを探して楽しめる本となっているということですが、この本の登場人物であるウォーリーのモデルが実は殺人犯ではないかというお話でございます。え？マジか。いや、これ結構有名やで。ほんと？ほんと。世界観が決まってるんだ。どのぐらい有名かって、あ、今で言うヒゲダンぐらい。めちゃめちゃ有名やん。内容なんですが、本が出版された今から30年ほど前のイギリスにおいて、8歳の男の子が行方不明となり、発見された時には遺体であったという事件が起きたんですね。警察の必死の捜査により、ジム・ジャックという男の名前が犯人として出て逮捕されました。ジム・ジャックは過去に20人以上の子供たちを殺害していた精神異常者であったと。で、その後行われた裁判の結果、ジムには責任能力がないと判断され、警察の精神病院に収容されることになるわけですね。しかしその数年後、なんとジムは病院から脱走するわけです。再び指名手配されたものの、その行方は結局分からずじまいであったと。ウォーリーは脱走したジムのことを表し、大きな象徴である赤と白の横縞模様のシャツ、当時イギリスの精神異常の囚人に着せていた赤い囚人服をモチーフにして、探すためにこの本が出されたんじゃないかというお話です。すごっ。すげえでしょ。いや、これマジ有名よ。え、じゃあその全世界の子供たちに探せって、こういう人が危ないよみたいな、うわっていうメッセージが込められてるんじゃないか。え、知らなかった？いや、全く知らない。この話マジで有名。例えるならあいみょんぐらい。めっちゃ有名よ。さっきからなんでめちゃめちゃ地形で攻めんの？王道しかない。いや、マジで結構有名な話。で、さっきウォーリーの本の中で探さなきゃいけないものの中に杖とかもあるよって言ってたんですが、これはウォーリーが持っている凶器を表しているんじゃないかと思います。で、帽子とメガネは変装している可能性があるというサインで、常にバックパッカーのような格好をしているのはウォーリーが世界中に逃亡していることを意味しますと。気をつけるようにという警告を絵本を通して全世界に発信しているんじゃないかという。で、これ別の話でウォーリー親衛隊の秘密というものがあって、ウォーリーを探せの絵本の怖い都市伝説として、ウォーリー親衛隊の秘密というものがあります、はい、絵本の中に登場するウォーリー親衛隊は合計で25人いると。この25人という数が怖いポイントです。25人の子供というのはウォーリーのモデルになったジムが殺害した子供の数と同じ。で、この親衛隊はウォーリーと同じボーダーの洋服を着た子供たちの集団となっています。このウォーリー親衛隊は絵本の1ページに1人から2人登場しています。この親衛隊によってますますウォーリーが探しにくくなっていると、まあ、要するにウォーリーを探す時の惑わせるためにこの同じ服の親衛隊が出てくると。覚えてる覚えてる。で、ウォーリー以外を探す指示に隠された裏付け、ウォーリーを探せはバックパッカーであるウォーリーを彼が紛れ込んだ風景の中から探し出す遊びです。しかしこの絵本などで夢中になった覚えのある人には記憶があると思うんですが、あの中から探し出すキャラクターは実はウォーリーだけとは限らないっていう別のパターンがあったんですね。絵本では巻末に他に探してほしいキャラクターの指示があります。その対象はウォーリーと似たような服装をしたガールフレンドのウェンダや犬のウーフというキャラクターです、はい、そしてもう一人というか、まあ、もう一グループ、ウォーリー親衛隊と呼ばれる25人の子供たちを探せ。はい、さっき言った通り子供を殺した人数と同じわけですよね、うん、だからそこを結びつけることによって、これこの事件があったことを忘れないでっていう作者の意図があるんじゃないかと。その探すことによって25人見つけるっていう意図がそこに繋がってくるんじゃないかなと。で、あるいは殺害された25人の子供たちはあの事件が再び繰り返されないように彼らもまたジムジャックを捕まえようとしているっていう描写を描いてるんじゃないかと。なるほどなるほど。どうです？こんなポップだと思ってた絵本が、うん、まさかこうだとしたら、う
ただ外国の人はそれを承知で見てんのかな、子供とかも。ああ、犯人って分かってってこと、うん、まあ、親が説明したりするじゃん、その自分の国のさ、事件だからさ。こっちは日本側はもうそんなこと知らずにやるじゃん。はい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 。向こうもしかしてその理解させた上で教育の一つとしてやってる可能性もあるよね。ってなると、うん、日本では図書館とかで、まあ、人気の本だったわけじゃないですか。はいはいはい。もうね、無造作に丸打たれたりとか、うん、がっかりするパターン。あ、うん、すごい丸打たれてるやんみたいな。鉛筆でさ。そうそうそう。で、あれは人気だからこそやん。はい、でも海外では図書館にも置いてない可能性がある。だって怖い作品だとしたら。確かに。あ、でも非常に申し訳にくいんですけど。はい。小学生の時丸つけたの。あ、お前か。全国で丸つけ回ってたのお前か。お前を指名手配したよ。いや、ほんとよ。あれ、イラッとするよな。あと、ミッケとかでも。ミッケ。なんでミッケって。ミッケってウォーリーを探せみたいなもんだよ。そうなんだ。それでも丸打たれて。ミッケあった。あったあった。え、なにミッケって。でもこれ20個違うじゃん。何が20個違う ?2 個や。あったんだ。いや、ミッケ知らない人いるのよ。え、あの、ゆるい馬の食べ物じゃないの？ユッケや、それ。知らないんでしょ。ウォーリーを探せとミッケはマジで。いや、もう同じ。ライバル、ライバル。え、二強。マジ、うん、ミッケはなんかその物を探すんよ。え、俺じゃあ、マジ俺全くわかんないの。え、初めて聞いた。あと俺、ウォーリーを探せの絶対見つけられる裏技知ってんの俺。え、言ってたなんですか。え、言っていいっすか。うん。本広げるじゃないですか。うん、手を三角にするんですよ。うん、で、上からこうなぞっていくと、いつか見つかるんですか？いや、三角にしてなくても見つかるわ、全然。いや、これ、え、それは何？何系なん？何の三角か知ってますか、これ。何これ？イルミナティです。え、何の意味がしたいの、お前。どういうこと？どういうこと？そう、ボケたいのか、ガチなのか分からん。え、これはガチ、これはガチ。え、都市伝説やりすぎて怖いな。これはガチ。範囲が狭められるから。まあまあ、そこに集中するってことね。はい、これはぜひ使ってください。まあ余談というかね、このウォーリーを探せ、今話したように怖い物語なんじゃないかっていう話もあれば、サンタクロースをモチーフにしたんじゃないかっていう話もあるんですね。聞いたことあると思う。まあ絵本の都市伝説としては、前世がサンタクロースで、これ海外ではウォーリーを探せっていうテレビアニメもテレビで放送されてたりしたぐらいなんですよ。面白そう。だからアニメ化されることで新鮮なウォーリーを探せを楽しんだ方も海外では多いと。で、ウォーリーを探せのアニメにはサンタクロースの世界観が漂ってたと。で、このような様子からもウォーリーの前世はサンタクロースで、こういう怖い話とは全く関係ないんじゃないかっていう話もあるらしいです。確かにカラー的にはね。そうそうそう、まあ赤と白、はいはいはい、確かに。で、ウォーリー見つけた時にウォーリーだってなるもんね。そう、だからまあサンタが自分がサンタっていうのをバレないように隠れてるのを探すゲームっていう説もある。あ、そっちの方がいいね。まあ、ということでね、これまあどっちを信じるかはね、うん、別にいいですけど、はい、本当に殺人鬼だとしたらよ。けど信憑性あるのは俺そっちだと思う。殺人鬼25人の子供出てきたりとか。あ、まあ数的にね。で、まあクリスマスが25日なんですよ。あれあれ、おしゃれえ、おしゃれイズムのレギュラーでやってますよ。誰が上らしいんやね。え、そうなんですか。確かに確かに。いやー、どっちでもおしゃれやな、結局なところ。でも親衛隊ってあれ子供なんでしょ。そう、なお、そうだね、うん、クリスマスプレゼントもらえる対象が子供で25日で、プレゼントにこの本を渡してくださいっていう、いろいろね、いや絶対そう、商業に関するその仕組みができたのかもしれない、はいはい。でバックパッカーのあの中にはプレゼントが入っている。そう、あら、それやな。いや、それあれいいんじゃないですか、これじゃ。だからまあウォーリーはその犯罪者だって言ってるやつは全員嘘ということでね、皆さんよろしくお願いします。そうですね、はい。え、なんか時間無駄にしたの。いやいや、これやったことによって分かったわけですから、うん、そうですよ。そうですか。やんないと。だからもしあの学校でウォーリーはあれはもう殺人鬼なんだぜって生きてるやつがいたら、今僕らが言った理論で論破してください。いや、もう肘るとこにこうやって、それはもう暴力やん。ということで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。解決するパターンもあるな、うん、あとお前絶対丸つけんだよ。いや、そう、あ、まだ怒ってるやついるよ。いや、ほんとこれは青春奪われたみたいなもんですから。まあ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 、なんやなんだこの後殴り合い始まります。なんだよ。今回の料理は親子丼でございます。あ、ね、完璧な出汁が出ました。え、それも食えない可能性もあるけど、ね。誰も見たことがない料理番組が始まる。だからシチューとか、あれ親子丼ですよ、そんなに。それえ、牛肉と牛乳、ママ両方ママから出てる。料理が好きなやつ対料理をしたことがないやつ、究極のバトルが今始まる。新番組ノンラビキッチン、今週日曜20時よりスタート。チャンネル登録は概要欄から。
マジで入れないの。じゃあ親しかおらないの。親だ、親だね。Yeah.